はい、ルルカです。今回はね、ライモの速度制限中のね、挙動、いろいろね、検証しようとしたところ、かなりね、面白い展開になりました。まあ、実際にね、ライモのサービス自体が先月から始まったばかりということで、月末のね、速度制限をね、検証した方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、その中でもね、多分ルルカと同じような挙動を示した方ってほとんどいないんじゃないかなと思います。かなり面白い展開になっていますので、まあ、一応ね、この後に、そのね、どういうことが起きたのかっていう、まあ、検証の動画、プラスアルファね、そのことに関してルルカがつぶやいたところ、こうじゃないかなっていうコメントをいただいて、ルルカもね、なんか納得できる内容でしたので、まだね、他の方々が陥っていない、ライモの速度制限問題に関してお話していこうかなと思います。これからね、ライモを契約しようかなと思っている方に関しては、多分ね、プラス要因になると思いますので、よかったら最後まで見ていってください。はい、それではね、まずはライモの速度制限中の挙動に関して、まあ、動画にしていますので、そちらから見ていってください。今回はね、こちら。画面の表示ではソフトバンク 4G って出ているんですけれど、今月からね、始まったソフトバンクの LINE も、こちらの方の容量をね、本日すべて使い切った状態で、現在ね、低速1メガ状態になっていますので、LINE もの低速回線、どんな感じで利用することができるのか、ま、いろいろとね、検証のをしていこうかなと思います。ちなみにね、本日3本目の動画になっています。この前に、ポボだったりアハモの検証動画も上げていますので、多分ね、それどういう順番で上がってるかわかんないんですけど、そちらの方も上がってると思いますので、その辺とね、見比べてみると面白いんじゃないかなと思います。それではね、早速、速度チェックからやっていこうと思います。はい、速度チェック1回目。96メガ。どういうことだろう？はい、ちょっとね、異常事態が起きました。こちらね、LINE もログインすると見ることができる、マイページのところにあるものになってるんだけど、ま、今日ね、LINE もに関してはもう20ギガ消化しました。ということで、こちらね、出てるように、通信速度制限中というものに LINE もなってる状態です。ルルカね。なってる状態ではあるんですけれど、速度チェックね、見ていこうと思うんだけど、はい。爆速です。まあ、200でしょ。表示ね、4G だし、ちゃんとソフトバンク 4G ってなっています。これね、ソフトバンクで書いてあるんだけど、LINE もなってるんだけど、なぜかわかりませんが、現在ね、LINE もに関しては、20ギガ使った後のね、速度制限中にもかかわらず、速度制限かかっていません。まあ、ちょっとね、わかんないです、これ。バグなのか、特別にね、お得な状態にしてくれているのか。それとも、実はすでに、今マイページ確認した限りでも、速度制限中っていうのは記載はされていたわけなんですけれど、実は、もう日が変わってる扱いになってるのか。ちょっとね、初めての月末で初めてのね、LINE も20ギガ消化した後の速度制限中なので、どういう状態になっているのかがちょっといまいちわからないんですけれど、もしかしたら LINE もに関しては、混んでいない時間帯とかであれば、速度制限中でも通常の速度が出るとかっていうことなんですかね。爆速状態になっています。まあ、一応ね、確認していこうと思います。このね、速度チェックだけがバカ早い場合っていうのもね、ゼロではありませんので、実際にこの200メガっていうね、わかんない、この爆速になってる状態で、YouTube とかがね、まともに見ることができるのか、見ていこうかなと思います。はい、それでは、シークレットモードで YouTube 見ていこうかなと思います。はい、普段ね、ルルカ YouTube プレミアムで見ているんですけれど、まあ、広告付きでね、見る方も多いんじゃないかなと思いますので、そこに関してもね、容量持っていかれる可能性あるんじゃないかなっていうのを考慮して、今回はシークレットモードにして、通常のね、プレミアムじゃない状態で見ていこうと思います。はい。まあ、早いよね。それはそうなんですけれど。まあ、行きます。はい、早い。それではね、最新動画の再生していこうと思います。はい、広告も一瞬で入ります。まあ、当然ですね。で、スキップと。まあ、読み込みもないですね。まあ、自動で 720p ということで、この前にね、アハモだったり、ポポに関しての検証もやったんですけれど、低速モードのね、その際には自動で360とかかな。で、表示されたと思うんですけど、やっぱ720で再生されています。ではね、さらに上の 1080p も行ってみようかな。1080p。はい、1080p 状態で、ごめんなさいね。ルルカの動画って動きがないで分かりにくいと思うんですけど、ここの手見てください。注目は手です。はい、手が動いています。ね、これ 720p から 1080p になったところで、まあ、ほぼほぼね、映像に違いはね、出てきていないんじゃないかなと思うんですけど、当然のようにね、今速度規制中なんですけれど、先ほどのね、速度チェックで200メガ近く出ていたということで、当たり前のように、サクサクでね、1080p が動いている形になります。まあ、当たり前ですね。ではね、違うものも見ていこうと思うんですけど、それではね、次、ツイッター見ていこうと思います。ツイッター再生します。まあ、ツイッターとかに関しても、どうでしょうか。はい。一応ね、この前、後にかわかんないんですけれど、他のね、ポボ、ラインモに関してのツイッターの、こう動かしてる動画もね、上げていると思いますので、見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、当たり前のようにね、はい。低速のポボだったりラインモとかに関しては、画像の読み込みがね、一瞬入る形で、ワンテンポ遅れていく感じになっていたわけなんですけれど、まあ、こんだけね、爆速の状態なんで、全部読み込んでます。まあ、当然ですね。
はい、これは規制されてないと思いますね、普通に考えてね。まだ時刻が11時40分ですので、速度制限中のはずではあるし、まあ実際にね、マイページに関しても、現在速度規制中というには記載はされていたんですけれど、どうなっているんでしょうかね。まあツイッターもサクサク動く形になります。まあこの辺に関してね、嘘ついても仕方ないからね、実際に速度制限で出てる状態で動くんだから動くものは仕方ないです。はい。そして次は、まあ、ルルカね、うちテレビがないわけなんですけれど、ニュースを何で知るかっていうと、ツイッターだったりとかネット上で見たりとかするのが多いんですけれど、まあ、その中でもね、多くのニュースをね、ゲットするのが、このね、ヤフーニュースになってますんで、ヤフーニュース開いていこうと思うんですけど、まあ、サクッと開きますね。まあ、ルルカがね、よく見るのが、IT ニュースとかになるんだけど、はい。まあ、秒で開きます。まあ、当然ですね。めちゃめちゃ早いです。はい。はい、早い。はい、こちらに関してね、低速でもね、結構早く開くんだから、当然ですよね。むちゃくちゃ早いです。ということでね、ニュースに関しても問題なし。そしてね、ルルカが唯一遊んでいるスマホゲームなんですけれど、放置少女。こちらに関しても、まあまあのね、どう考えてもサクサク動くんでしょうね。はい。はい、疑問点としては、昼の時間帯の際は間違いなく低速回線になってました。はい。ね、昼の時間帯は、それこそ800前後とかで、他のね、ドコモとポボ、同じような感じになっていたわけなんですけれど、先ほど11時35分にログインした時点では、速度制限中ってね、記載がされていましたので、間違いなく速度規制がね、かかっていた状態にはなっているんですけれど、なぜかね、こうやって速度のが出てる形になっています。はい、速度制限中のライモのね、検証動画見ていただいたわけなんですけど、いかがだったでしょうか。普通であればね、すでにもう 20GB を使い終わった後、プラスね、マイメニューの方にも速度制限中というふうにね、記載がされていますので、速度制限されて、最大でも1メガになっていて、まあ、YouTube だったり Twitter とか、まあ、Yahoo ニュースとかね、多少なりね、もっさり感を感じながら使うみたいな感じになる予定だったんですけれど、サクサクでね、動くところをお見せする、そんな動画になったわけなんですけれど、まあ明らかにね、速度制限かかってませんよね。ということで、まあルルカに関しても困惑していました。まあ動画から伝わりましたかね、なんだろうなんだろうみたいな。っていうところで、まあルルカ困惑した状態で、Twitter でこの件に関してつぶやかせてもらいました。それこそね、LINE も始まったのが先月ということで、いろいろとね、検索をかけたところで、同じ事例が出てくるわけもなくっていうところで、つぶやかせてもらったわけなんですけど、そのつぶやきに対してね、あ、多分これが正解じゃないかなっていう感じのコメントをいただきましたので、そちらをねまず紹介しようかなと思います。まあ、ルルカもね納得の内容になっていました。本当はねただのバグで、来月以降に関しては普通に制限される可能性もありますので、参考までにねよかったらこちらのを見てください。ルルカのねツイートにいただいたコメントなんですけど、 PHS さんからいただきました。 Y モバイルと同様なら月末22時頃からサービスタイムに入ります。はい、サービスタイム、なぜか早めに規制解除でも24時まではパケット使用量に加算されないという。時間帯は月によって違うそうですが、APN が同じということで、同様なことが起きているのではないでしょうかということで、はい。まあ、ルルカね、Y モバイルを契約していないので知らなかったんですけど、どうやら、月末の22時頃、ルルカに関してはね、先ほどの検証動画、23時半頃から撮り始めたんですけれど、まあ、実際はね、もっと前からもしかしたらサービスタイムに入っていたのかもしれないんですけど、その時間に関しては、なんと制限が解除される。まあ、ね、他のところであれば、12時を過ぎると解除される。それこそね、昨日に関しては、まあ、ポボがトラブったのかわかんないんですけど、ポボに関しては12時過ぎてもね、解除されなかったんですけど、まあ、一応ね、基本的には月末12時を超えると解除されるわけなんですけれど、 Y モバイルに関してはその前ですね、前もって解除してくれる。しかもその解除してくれてからの間はパケットを使用しないね、サービスタイムになるっていう、まあ、初めて知った事実なんですけれど、こんなことがあるんだよってのを教えていただきました。まあ、実際にねルルカもその後にネットとかで検索かけたんだけど、この件に関してね見つけることができませんでした。まあ、多分これからね LINE も使っていく人が増えてきたら、まあ、ルルカと同じような検証をして、まあ、実際にねこういうサービスタイムがあるとか、そういう噂が流れるようになるのかもしれないんですけど、現時点では実際どうなのかはわからないんですけれど、現時点ではねこのコメントの情報っていうのが結構ね正しいんじゃないかなと思います。一応ね他とは違って、月末もね早めに解除される、なおかつ解除されてからはサービスタイムとして利用することができるプラス要件じゃないかなと思いましたので、とりあえずね紹介のをさせていただきました。今後も LINE の検証はもちろんなんですけど、ポボアハもともに契約していますのでね、その辺に関してもね検証やっていこうと思います。今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。